ライブですごいパフォーマンスができたら追加で特別な点数がもらえるらしいね。そう、うちの学園フェスの噂。はあ、それよく聞くけど、ついにセリナに誘われる時が来たのね。うん、ナツナちゃんと決めたんだ。単位の危ない私たちにはもうこれしかないと思うんだよね。それはセリナだけでしょ。アーリンが必要なんだよ。綺麗でギターが上手くて頭も良くて。まあそこまで言われたんじゃ参加しなくもないけど。曲も書いてくれるアーリンが。私が曲も書くの？メンバーは5人だったっけ。私とナズナがギターで、セリナがドラムで、他にはね、ウエース。あ、来たみたい。お待たせ、セリナ。ナルルン、紹介するね。この子がベースのハコベナルちゃん。ジャス、バンドの人？ギターの尾形アリシアナよ。よろしく。ああ、よろしく。いや、スタジオって1年の教室からだと結構距離あんね。さて、早速。あ、早速音出してみる。いや、疲れたんで休憩をと。ごめん、お待たせ。ナズナちゃん、場所が分からなくて止まれそう。大丈夫？ありがとう。どこまで行ってたの？最後の一人を連れてきたよ。お、おー、小仏凪です。パートはキーボード、天王寺先輩に呼ばれてきました。かわいい。これ小仏さんじゃん。前にナズナが言ってたすごくうまい子って、あなたのことね。あれ、驚かしちゃったかな。とにかく5人揃ったことだし、適当にコード決めて音合わせしてみよっか。おお、バンドっぽい。それより今日は適当にお茶合わせにしたいっすな。それもいいね。結局それ。先輩ん、このバンドは何なんですか？ちゃんと説明してください。悪い人たちじゃないからね。セリナの成績以外はな。あはは、それなんだよね。セリナも食う？食べる。この後ね、何か始まると思うから。なんだかこう疲れそうなメンバーね。